皆さん、こんにちは。岡野小雪です。本日は、Leading Focus 7。Are you right-brained or left-brained? を見ていきましょう。ね。脳のね、右側と左側ではね、役割が違います。それについてね、見ていきましょう。はい。それでは、頑張っていきましょう。はい、それでは、Leading Focus 7。Are you right-brained or left-brained? を見ていきましょう。ね、ブレインのこれは脳だよね。ですからこれはライトブレインのこれは、ね、いわゆる右の脳ね、右脳ですか、それとも左の脳ね、左脳ですかと。ね、そういう、タイトルですね。はい。じゃ見ていきましょう。The left and right side of your brain process information in different ways。 左と右の、これはサイドかね、側とかね、左側と右側の of your brain ですから、脳だね。あなたの脳の左側と右側は、process information in different ways。もちろんこれ情報、プロセスってこれは処理してるってことね。In different ways ですから、異なった方法でってことね。要は脳の左側と右側では、異なった方法で情報を処理してますよってことですね。はい。で、The left side deals with language, mathematics, facts, and logical thinking. さあ、そしてこの deal with 注意しましょうね。この deal with はこの場合プロセスとほぼ同じ意味で使われています。まあ、処理するってことね。なんとかを処理する。まあ、処理するとか、扱うところね。これはディールウィズです。はい。ね、で、この The Left Side ね、もちろんこれは左側ね。これはもちろん左側。The Left Side of Your Brain って、これが本当入ってますけどね。ね、これ省略されています。脳の左側は、処理しますよ。何を処理するかというと、language、はい、言語だね。言語や mathematics ですから、数学。facts、ね、事実だね。はい。そして、ロジカルシンキングですから、論理的思考ね。はい、こういうものを扱います。はい。で、 The right side on the other hand deals with feelings, creativity and imagination。 さあ、ここ注意しましょうね。On the other hand、 これは一方とね、一方でと、その一方、左側に対してこの right side、 右側はこういう、ね、比較すると使いますね。一方、The right side deals with feelings、 はい、ね、deals 先だね、処理するね。で、 feelings は感情ですね。感情やクリエイティビティ、これはいわゆる創造ね、創造性、こっちね。そしてイマジネーションですから、想像力、こっちの想像ね。
それを処理しますよってことですね。はい。The left brain thinks in words, whereas the right brain thinks in pictures. さあ、またこの、この whereas ってありますけど、これがやはりね、この比較するとき使う、ね、この一方でとかです。はい。The left brain、いわゆる左脳ね、左側の脳です。The left brain thinks in words ですから、はい。左脳は、いわゆる words ですから、言葉だね。言葉で考えるんですね。はい。それに対して、一方で、right brain、いわゆる右側ね、右脳は、thinks in pictures、ね、絵だよね。これはピクチャーだから絵で考える。絵で考えるんです。はい。ね、まあ、言葉で考えるから、まあ、ね、ラングイッチとか、マシマーティクスとか、ファークスとか、ロジカルシンキングね。これが、いわゆる左脳なんだね。それに対して、右脳の方は、まあ、pictures、 絵で考えるから、いわゆるこの、フィーリングです、感情とかクリエイティビティとかイマジネーションね、こういうものを扱うんですよところね、はい、左脳と右脳のね、違いをね、ファーストパラグラフで説明していました。はい、ではセカンドパラグラフ見ていきましょう。 People who depend more on the left side of their brain are list makers andアナリシスト。はい。まずこれ、people who だね。関係代名詞なので、発行していきましょう。people who depend more on the left side of their brain。ここまでね、発行していきましょうね。はい。depend on ってありますね。はい。depend on です。more はね、発行していきましょう。はい。depend は、なんとかに、頼るとね、なります。はい。はい。要は、脳の左側だね。脳の左側に、まあ、もうだね、より頼るとか、まあ、依存するという人々ね。人々は、リストメーカーズ and アナリストですから、リストメーカーズはまあリストを作るんですね。そうですね。で、アナリスト、ね、アナリストはこれは、分析をするんですね。分析。They are detailed, careful and organized。で、こういう人たちは detailed。 detailed のは、まあ、detailed は詳しいとかね、詳細になってたりしますが、まあ、人を表しますので、これは、まあ、綿密でってことだね。で、careful は、ね、注意深く、そして、オーガナイズとか、まあ、整理されているところなんだよね。ですので、この場合は、几帳面ってことね。ね、まあ、基本的にこれは、アンドでつながるってことは、まあ、基本的に似た言葉がつながりますからね。まあ、似てますよね。Detailed, careful, organized.脳の左側ね、左脳の方ね、泳い使う人は、こういう、まあ、リストを作ったりというね、分析したりする、そういう人で、その人たちはこう、なんかこうね、細かいんだよね、きっと ね、綿密で注意深くて、几帳面、そういう性格の方なんだね。In contrast, right-brained people are visual, intuitive, and emotional. さあ、ここ
語で in contrast、 またね、いわゆるディスコースマーカーと言われるんですけども、こういう言葉が出てきました、ね、in contrast、 これ対照的にとこね、なります。どちらか、対照的に Light brained people、 今度は右側ね、右脳型ね、動画楽しみと。というのは、ビジュアル。ビジュアルというのはこれ視覚的な感じね。視覚的。見える感じだね。視覚的で、そして、インチューイティブ。インチューイティブというのは、これ直感力ね。直感ね。直感力があって、エモーショナル、エモーションの感情ね、感情的ってことだから、感情的な人なんですよってことですね、はい。 When left-brained people have to make an important decision, they make a mental list of all the factors involved and arrive at a decision only after careful and analysis。はい、これはいわゆるここまでだね、ここまで、いわゆる左脳型ね、レストブレインのピーポーが have to make an important decision ですから、make a decision、ね、これで決断をするとね、 important decision ですから重要な、決断をするんですね。で、ハウスですから、もちろん。なんとかしなければならないね。ね、左脳型の人が、重要な決断をしなきゃいけないとき、They make a mental list of all the factors involved.はい、まあ、そこまでね、メンタルリストと言いますね。メンタルって心のという意味で使ったりしますけど、この場合はね、頭の中でリストを作ると思ってください、ね、頭の中でリストを作るわけですよ、ね、で All the factors involvedinvolve というのはこれは関わるところ ね、まあ、含まれるとかそういう意味です、使います、まあ、関係する、関わるところね、関わるすべてのファクターは要因 ね、関わるすべての要因の、まあ、リストをね、頭の中で作るんですよということです。そして arrived at the decision only after careful analysis。 careful analysis ですから注意深い、 analysis は分析ね、はい、注意深い分析の後でと、オンリーだから、まあ強調されるね。あとで、そのディシジョン、決断にアライブ、まあたどり着くんだね、到着するんだからね。はい、というわけなんですね。だから、重要な決断するときはもうしっかりこうね、よう考えてその決断に至るというのが、これがいわゆるレフトブレインピーポーのね、特徴ですね。はい、そして When right brain people have to make the same decision, however, they are more likely to base it on
intuition and feelings。 さあ、ここね、集中しましょう。さあ、however、ね、しかしながらですね、しかしながら、 when light-brained people、 はい、ですから、脳型ね、の人々が have to make the same decision ですから、同じ決断ね、先ほど important decision してますからね、それと同じように同じような決断をしなきゃならない時は、They are more likely to base it on intuition and feelings。 さあ、この be likely to という表現を覚えておきましょう。これは何とかする可能性があるとかね、で、more だからね、まあ可能性が高いとこだよね、とこです。はい、で、base it on、 はい、これは base on ですからね、まあベースで基づく、ね、基本を置くってことですからね、まあ、この場合は根拠を置くとかね、この it はあれだよね、いわゆるその決断だよね、その決断に関してintuition というのは先、形容詞が出てきましたけどね、これは直感です。直感や、feelings、感情ね。直感や感情を、根拠に決断をね、する可能性が高いんだってわけですよね。はい。ね。だから、右脳型は、左脳型のね、この特徴が出てますよね。はい。For example、 例えばだね、はい、見てみましょう。A left-brained car shopper will consider a car cost, fuel efficiency, and resale value, whereas a right-brained shopper will base the decision on how bright the car is, how soft the seats are, and how smoothly the car drives。 はい、例えばとこで例が出ますよ。はい、例えば Left brain car shopper、ね、左脳型のカーショッパーですから、車を買う人ね、車の買い物客は will consider、 まあ consider はこういうことを考慮に入れるとかね、ですね、何を考慮に入れるかというと、 car cost、 まあ車のコストは、まあ費用ね、車の費用や fuel efficiency、 これはいわゆるフィーは 燃料だからね、燃料の効率ってことだから、いわゆる燃費ね、燃費効率、燃費効率やリセールバリュー、リセールバリューってのは、これはね、これはもう一回こうなら、車を一回買って売るときね、いわゆるリセールバリューって、まあ日本でも言うからね、日本では再販売価格とかね、どうなります、ね、そういうものをね、コンシダーするわけですね。で、さあ、それに対して whereas ね、さあ、一方です、一方で
a light brain shopper、ね、いわゆる右脳型の買い物客はね、どうかというと will base the decision on、ね、さっきも言ったね、 base on 根拠を置くんですね。その決断の根拠を何とかに置くんだね。はい、置くものはこの音以下です。 How bright the color is、ね、これはその車の色だね。この車体だね、車体の色が How bright だから、どれだけ明るいか。で、車体の色がどれだけ明るいかとか、 How soft the seats are、 まあ座席ね、座席が、まあ、座るとこね、座席がハウソフトからどれだけ柔らかいか。柔らかいかとか、ハウスムーズリーザカードライブス、これスムーズね、これね、濁りますからね、注意してね、スムーズですね。まあ車がどれだけスムーズだから滑らかね。滑らかに、まあドライブス、まあ走るかとかね。まあそういうことにね、決断の根拠を置くんだよというわけです。ね、だから右脳型と左脳型では、そう車の求めるものがね違うというのがね、例として挙がってました。はい、それはサードパラグラフですね。 Of course, no one is 100% left-brained or 100% right-brained、 はい、もちろんとかね、はい、No one ですから、誰も満とかないとか ね誰も 100% の left-brained とか 100% の right-brained ではないですよとかね。人間ね、まあ、多少こうね、左右脳とか左脳にこう偏ることがあっても 100% の人はいないですよとかだね。 100% の、左脳型とか 100% の右脳型という人はいないんですよということですね、なりますね。はい、Although one side may be stronger, both sides normally work together. はい。Although ですかね。なんとかだけれどもね。ね、one side だから一方ね。一方が、ね、stronger だからね。より強い。may だからね。かもしれないとかね。まあ、右脳だり左脳だりね、どちらか一方が、より強いかもしれないけれども、 both sides 両方のサイドね、両方が normally 普通 work together ね、一緒には機能してますよとということですね。はい、でどちらかがよりね、まあ、強いってことはあってもね、まあ、両方がうまくね機能しているんですよとこうね立ってます。はい、お疲れ様でした。はい、今回はね、この2つのものをこう比較対照しながら読んでいくことをね学びました。ちょっとね、要はね硬いですので、
とつきにくいかもしれませんけどね。はい、繰り返し読んでみてくださいね。はい、それではまた次回お会いしましょう。See you!